大沼龍太郎から1935年4月20日は日本の海軍軍人。日清戦争では吉野乗組機関候補生。日露戦争では音羽機関長。第一次世界大戦では第一南遣い主体機関長として出生した。最終階級は海軍機関少将。大沼龍太郎と表記される場合もある。 旧愛津藩市で都南藩市民係開拓課に出資した大沼晋成を父に青森県三古郡五ノ毛村に生まれる。長寺で海軍兵学校機関課に進むが在校中に制度改革が行われ、第二次海軍機関学校の一期生として1894年10月に卒業した。岩鍋北から10名が同期生である。 機関長として、日本海海戦を戦った、防護巡洋艦、音はすでに日清戦争が戦われており、大沼は小機関執行補正として、吉野に乗り組み、異界への戦いなどに従った。戦後は、比英、何和の分隊長を経て、1898年11月、四季島開港委員として、英国出張を命じられ、翌々年の4月に帰国した。同艦や、 橋立の分隊長、機関学校協会を経て、1904年2月16日、日清が日本に開港されたその日に、同艦分隊長に補いされる。同艦は、整備を受けた後の4月に連合艦隊に編入され、大沼は、日露戦争に出征した。在任中の、日清は、旅順港に対する間接射撃を実施し、また、公開海,海戦を戦った。 翌年3月には、音は機関長に就任し、機関課の責任者として、日本海海戦を戦った。大沼は、戦後に高4級に除されたが、音は機関課について、艦長有馬良立花は、その提出した、戦闘報告書に次のように記述している。戦闘中派もちろん、越して30日に至りるまで約3中夜機関部員、派2時間交代2時間配置に、 在立てかつく全力運転に対かつその看護も、機関に故障を生せ示す十分に機関の効力を発揮、せ示たるそれの功績人大大、なるものと任務、極秘明治37.8年開戦し、音羽艦長海軍大佐有馬ま立花の提出する、軍艦音羽日本海海戦、戦闘報告機関調査の後半と、機関中佐時代の補足は、満州、首都勢、 伊吹き各機関長としての海上勤務、クレー海兵団機関長、クレー海軍交渉検査官、海軍後期学校教官の陸上勤務であった。1913年12月に機関大佐に進級し、佐世保海軍交渉検査官に補いされたが、第一次世界大戦の勃発により、第一、南塚い主機関長として出征する。この部隊は、山谷谷を司令官とし、 巡洋戦艦、クラマ、つくばのほアサマ、駆逐艦からなり、さらに、イコマ、手、ワテ、矢クヤハが造成されている。1南使い、南津海はイギリス海軍などと協力して、海上交通の脅威となっていたドイツ東洋艦隊の捜索にあたり、また、ドイツ領であった南洋軍島各地を占領したが、ドイツ東洋艦隊との交戦には至っていない。一 南津海は10月19日に解体となり、翌年2月、大沼は山谷と共に第3戦隊に移動となり、中途に対名機関を挟みながら機関長を務めた。12月、舞鶴鎮守府機関長として機関した。この地位にあること3年半を経過した1919 19年6月に機関少省,省へ昇進し、対名となる。予備役編入は、 翌年3月であった。その後軍事関係の会社に招聘され、また、地商会表議員として、後進の育成に尽力している。姉の幸は、では重げとに嫁ぐ。妹の豊は、海軍大学校の学生であった、鈴木肝太郎28歳で嫁ぎ、1912年に死去した。去年33、豊と肝太郎は、和夫次女に恵まれ、長女は、 陸軍大将、藤江啓介に、次女は鈴木の5歳となった足立隆の弟である、足立仁氏に嫁いだ。長男は鈴木首相秘書官、自重次長を務めた鈴木はじめである。大沼が没した際、その死士である大沼清は、この絵や法連隊中隊長を務める陸軍方兵隊であった。司令官の出兵中将は、進出規模な行動で連合国を翻弄し、 フォークランドを機械戦で戦死した。この海戦では機関を犠牲にして、機械を救おうと図っている。野村実は、古今東西の海戦史上、最高の名誉に値すると高く評価している。大沼は、茅野の兵衛の墓所で営まれた福島県出身で、上級学校に新入学した者の,の歓迎会で、古では主芸当初時の勲章を閲覧させ、国家に主君を立てよという胸の激励を行った。 明治28年1月1日現在感染定、その他敗因表、第22号、音羽艦長会軍大佐有馬両立花の提出する、軍艦音羽日本海海戦戦闘報告、機関長会に。ありがとうございます。